小玉製パン所、これまた歴史感じさせますね。どうも。こんにちは。こんにちは。あ、どうもどうも。すいません。どちらがお店の方？あ、私です。はい。あ、すいません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小玉製パン所。はい、そうです。お宅テレビでおろした。そうなんですよ。名前が出んけど。中島いますよ。そう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 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。現在3代目、戦後間もなくして営業を始めたという小玉製パン所。観光客、地元住民を問わず愛され続ける人気店です。どれぐらい長いことやってるんですか？そうですね、私でだいたい3代目ぐらいになるので、おじいちゃんが戦争から帰って、って来てからしたので、だいたいどれぐらいですかね。じゃあもうずっとここで、そうですね、はい。まあだからですか、なんかこう氷で冷やしてるの？あ、そうなんですよ、暑いじゃないですか。そしたら特に砂糖がちょっとまあ見ていただいたらグラニュー糖が溶けて、やっぱりちょっと言われるので、グラニュー糖ベタベタするとか。はあ、これってこう冷やす機能はないんですか？あると思うんですけど。あると思う。コンセントは多分あるんですよ。いやいや、もう絶対そうですって。ちょっとごめんなさい。はい。絶対そうですって。いや、でも電源オンって書いてあるじゃないですか。それでもね、ここドアが、ドアが1個ないんですよ。だからあんまり意味がないかなと思いながら。1個しかないから。あ、そう。だいたい お昼まではもうなくなるから、なくなるので、はい、そうなんですか、はい。お勤めになってどれくらいなんですか？私パートじゃないんですよ。は？近所のもんです。近所のもの？ぐいぐい広報してたじゃないですか。なんで？お昼前にいなくなるんですよ。工場に、工場の方に行くので。ああ、それでご近所さんにちょっと売って、その間売ってもらってるような感じ。そこの今日休みですけど、お好み屋さんも、お好み屋さんとか隣の美容院さんとか、みんなが適当に売ってくれる、ね。はい、ちょっと待って、何このシステム。 ご近所付き合いでっていうので。あ、でもそうか、うん、そういう風になってるんだ。そうそうそう、へえ。じゃあ何かあったら逆にっていうこともあるんかな。まあ、まあ、ない。それはなさそうっすね。それなさそうっすね。ない、あんまりないよね。お昼にはなくなるという人気パンを作るのがこちらの工房。祖父の代からの道具を大切に使い続けています。年季入ってますね。大事な大事なね。そうですかね。いや、これはすごい。ちょっと近づいてもいいですか？いや、あれですか、恥ずかしいですよ、本当。他の子たちも随分、あ、そう、そうです、ね、そうです、そうです。なんか年季入った感じですけど、はい、壊れたりしたら大変なんじゃないですか？大変なんですよ、本当に、ね。どうしましょう。誰か直してくれる人いませんか？知りませんか？だってあれも直せないんだから。無理でしょう。看板商品はネジパン。因島を離れた人がふるさとの味と懐かしがる一品です。すごい優しく冷えています。氷のおかげで。砂糖もちゃんとついてますか？ちゃんとね、ドロドロに溶けることなくグラニュー糖がしっかりと残っています。あー、おいしい。ありがとうございます。なんかこうイメージは、はい、本当に素朴な感じですけど、はい、このもっちりした感じとか。そうなんですよ、すごい本格的。この子たち頑張ってますね。そうなんですよ、本当にもう。すごい大変なんですよ、本当に。島で愛され続けるパン屋さんに遠征さん認定でございます。ありがとうございます。今度来る時には治ってますように。はい、はい、頑張って治ってます。